した踊りなんですけれども、野田村では小正月に女性たちがご覧のような華やかな衣装をまといまして、ユーモラスな踊りを繰り広げております。野田村大黒舞の会は令和3年に野田村各地で踊られてきた大黒舞を未来に伝えていこうと、そういうことで結成されたそうです。大黒舞はですね、福を呼び込むそうですので、今日はここでねご披露いただいて、皆さんも福をお持ち帰りいただきたいと思います。それではお待たせいたしました、野田村大黒舞の会の皆さんです。どうぞお願いいたします。Oh,
はい、で野田村大黒舞の会の皆さんでした。どうもありがとうございました。大きな拍手をお送りください。じゃあちょっとこのままお話を伺いたいと思いますので、ちょっとぎゅーっと真ん中の方に、少し詰めて立っていただけますでしょうか。会長の村田陽子さんはこちらにいらっしゃいました。村田さんありがとうございます。皆様ありがとうございます。ちょっと前を失礼します。村田さん非常にたくさん踊り手さんいらっしゃいますけれども、今日は全員でいらっしゃったんですか、他にもいらっしゃいますか。そうですね、大体半分。あ、はい、じゃあこの倍いらっしゃるということですね。すごいね、美女ばっかりでね、本当に素晴らしいこの華やかさ。年齢層も結構幅広いんじゃないかと思うんですけれども、若い方はおいくつぐらいから。そうですね、上は50代ぐらいからでございます。50代ぐらいから、若手は50代ぐらいから、はい、一番上の方は80代。この中にいらっしゃいますか。お若い、ね、40代かと思いましたで、いいですよね、こうやってね、各世代の皆さんで一つの芸能を楽しんでいらっしゃるというね、しかも女性たちが中心ということが、なかなか三陸、歩いてみても女性が芸能に出てくるっていうこともね、ない中で、
オール女性という本当に心強い素晴らしい限りでございます。先ほどちょっとご紹介したんですけれども、そのアーティストが各芸能団体に入るという JCDM の試みがありまして、柴田智之さんというね、札幌在住のアーティストが実は大黒舞の海さんのところに、2023年の1月にレジデンスされてるんですよね。そこで柴田さん、皆さんに踊りを習われたわけですね。はい、その時いかがでしたか。男性が一人入って、やっぱりさすが俳優さんでいらっしゃいまして、覚えも早くですね、私どもより上手に踊られておられました。はい、ですか。いつもはね、いらっしゃらない男性がいて、どうでしたか。柴田さん、いらっしゃった時いました。はい、上手です。はい、上手だと思います。若い男性がこう入ってくると、皆さんちょっといろいろ美味しいお料理出したりして楽しかったんじゃないですか。ね、結構まあ、札幌在住の、ね、俳優さんでありましたから、札幌の方とかね、北海道の方にも渡られましたよ ね、 ね、どうでしたか。すごくいい経験させていただきまして、まあ、こういうふうなシアターで踊らせていただいたり、あと保育園にも訪問させていただいたりと、とても有意義な時間を過ごさせていただきました。柴田さんがいらっしゃったので、これはじゃあ札幌遠征が叶ったわけですね。はい、そうです。あら、すごいですね。はい、皆さんもうなんかアイドルグループみたいじゃありませんか。ね、素晴らしい、ね。やっぱりそのなかなか女性って家の、ね、ことに追われたり、もちろんあと日々お仕事をされたりもしている方もいらっしゃると思うので、こうやってみんなで何でしょう、家事以外のことで、こう踊りを見せに行くなんていうことを経験できるなんて、そうそうないことだと思うんですけれども、皆さんはこれね、やっていたおかげでそれがかなって、ただの旅行より楽しいんじゃないですか。そうです。はい、そうでございます。他にもちょっとお聞きしたいんだけれども、こうやって皆さんで集まる、その踊ることも楽しいと思いますけれども、他のお楽しみはありますか。やっぱり食べることです。みんなで持ち寄ってですか。いろいろね、持ち寄りながら食べる、持ち寄りながらと言いますか、終わってご苦労さん会何回やったりとかですね、いろいろ、まあ、これからも行きますけど、はい、みんなちょっと皆さんが持ち寄るメニューを聞いてみようかな。ちょっと80代から聞いてみようかな。なんか持ち寄らない、何得意料理は持ち寄らない、何か何か持ち寄ったものありますか。持ち寄りはしないんですけど、楽をしてお弁当なんか食べるのがとても楽しいです。今日もラッキーですね。お家から解放されて、はい、ありがとうございました。ね、先ほど朝着いた時にハッチの1階に美味しいレストランがあるからね、すぐに予約しなきゃいけないって言ってて、ね、別のところをこれから行くんですね。じゃあ素晴らしい。去年野田村で三陸未来芸能祭という、これにちょっと関係している芸能祭やったんですが、その時に実は歌と太鼓ってまだちゃんとそこまでできてなかったんです。今日やられましたね。結構練習されました。それは今日誰ですか。やられた歌を歌ったの。はい、練習はとっても良かったんですけど、本番はちょっと落ちてしまいました。失礼いたしました。分かりませんでしたよね。分かりませんでした。素晴らしかったと思います。練習の成果ね、発揮されたと思います。いろいろ女性たちみんな集まると、こう世代間でいろんなこう知恵を出し合ったり、まあ、あといろんな悩みを打ち明け合ったりすることもあるかと思うんですけど、どうですか。この場はそんな場にもなってますか。はい、私は若手の方なんですけども、ご年配の方 のお漬物をいただいて、その味を研究しております。はい、
持ち寄りはないとおっしゃったんですけど、謙遜ですので。はい、はい、そんなはずはないと思います、はい、お漬物からね、煮物から多分いろいろ持ってきてはね、今日作ったのよって皆さん召し上がってるんじゃないかなと思います。いつかお邪魔してみたいと思っております。そうですね、はい、あの小岩さん行ったらもうみんなモテモテできっとすごい歓待を受けることと思います。ぜひよろしくお願いいたします、はい、もう一つ可愛いのがあるんですよ。この皆さん の, あの胸につけているものあるんです。これ何か分かりますかって。のんちゃん、はい、のんちゃん、のんちゃん何ですか。村のシンボルののんちゃんです。村のシンボル、だから野田村のシンボルの鮭の稚魚ですよね。鮭の稚魚をモチーフにしたのんちゃんというものに大黒米の服を着ているものがね、皆さんつけていますけど、三陸国際芸術祭 の, あの事務局の岡田さんが、ね、作られて、で皆さんこういう風にやられるという形になります。これ一つ一つこう刺繍で手作りなんですね。そうすごいです ね, ね, ですね、かわいいです。皆さんとてもお似合いでございます。はい、あの本当にありがとうございました。皆さん、あの福を呼び込む舞ということで、皆さん福キャッチしましたか？はい、あのね、よそからやってくるあの恵比寿様、まあね、そういうアーティストの皆さんとか、あの多分皆さん大黒舞の皆さんに大黒様クラス の, あのパワーを呼び込んだんじゃないかなというふうに思っています。野田村大黒舞の会の皆さんでした。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。